タジオで焼肉の巻。うい、おはようございます。おはようございます。今日も元気ですね、木村さん。元気です。おはようございます。おはようございます。今日はどこですか？今日は酒川村です。出た。今日何しに行くんですか？今日はスリープために煮込みのためにですか？また笹錦食堂さんですか？だといいですね。どうぞ食べてください。すいません、先にいただきます。どうぞどうぞ。あ、やっぱうまいっすね。やっぱうまいっす。間違いないです。間違いないですか？来ましたよ、私のところにも。あー、いいですね。ご飯パカーン。やった。いただきます。あ、もうもっと近づいちゃおう。今日はスリッパ工場さんからの中継です。健康スリッパ、え、宣伝してください。お土産でいただいていいんですか？え、いいの？いいよ。スリッパゲット。みんな分かってください。いや、もうだって今履いた時点ですげえ気持ちよかったですもん。社長にスリッパのお礼にですけども、よかったら、よいしょ、僕の YouTube の缶バッジ、よかったらもらってください。ありがとうございます。大事に履きます。なぜかスターバックス。始まりました、バクコメの他力本願。どうもバクコメです。どうもバクコメです。ナミヘイちゃん、今日はなんかね、おしゃれな帽子かぶってブロッケンジュニアみたいな帽子かぶってますよ。ブロッケンジュニアじゃねえよ。ダンプ松本みたいな帽子かぶってますよ。どうしたの？前髪を切りすぎたので、あれ、まあ、帽子でギュッとさせて数ミリならちょっと伸ばせるかなって。前髪切りすぎた。じゃあこれ今帽子を脱いだらスネオくんみたいになっちゃうの？そんなにやってないでしょ。今日はね、半角のコーナーがありまして、まあ、僕はですね、僕はあの牛角でね、5年間やっぱ修行してましたんで、お肉の達人なんですよ。鉄板焼肉しか半角っていうの僕は自宅でやってますから。牛角じゃなくて半角なんですか？半角なんです。完璧な焼肉をね、じゃあ今日お二人にね、食べさせてあげます。あ、本当ですか？野源を投入します。いいですか？一気にガーンと1個ずつ食べます。おー、入れちゃいます。いい音して、あ、いい跳ね方して。これ知らないですからね、俺めっちゃ臭くなってもここは。そうですね。あ、ガラススタジオが、これ大丈夫ですか？火災報知とかならないですね。いや、大丈夫かな。なる可能性も。ノーラビーが今、怖くなってきました。ありますね。もういけるかな。あ、いいですね。本当はもっとやってたいけど、このくらいでもいけるよっていうぐらいですね。なるほど、はい、じゃあちょっといただいてみましょうか。はい、いただきます。見てください。あんま聞こえないな、コリコリの、うん、本人は聞こえてんだろうね。うん、あ、ごま油いいね。二品目行こうか。そうだね、時間ないけど二品目行きましょう。一回お肉はこう揉みだれっていうのを揉んでください。うん、でそしてからお肉を焼いて、また牛脂を敷いて焼いて、下味をつけるみたいなこと。まあそうですね、このままいっちゃうよ。はいはいはい、はい、これめっちゃいくと思うな、これわーってすごい音が、わーじゃねえよ、わーってなると思うわ。ナミヘちゃんも思わず写真撮ってますね。どこで誰に投入するんでしょう、こんな写真。あー、もういいと思いますよ。もういいの？もういい、もういい。いただきたいと思います。いや、ナミヘちゃんの肉もブリンブリンでかい、ステーキみたいな肉が。つけだれにちょっとつけて、いただきます。いっちゃってください。どうですか？うまい、うまい。タレうまいですよ。米食いたくなんな。ちょうどいい濃度っていうか、うん、
もみだれとつけだれが濃くなるのかなと思ったらすごい。そんなことないんですよ、はい、そうだね、確かにね。ちょっと時間あるから下がりもいっちゃう。いっちゃう、いっちゃう。いいですね。どんどん僕のジャケットが今臭くなってるのが分かりますわ。あ、もういいかもな。一回下がり一個が。じゃあ下がり食いながらスリッパ楽しみましょうか。一回下がり、下がり一回行ってみよう。おいしいね。うまいね、これ。肉のうまいみというか、もちろんあるのかもしれない。やっぱりタレがこうちゃんとしてるとうまいね。お時間です。お相手はバックコメ半沢光輝と周作とアシスタントの波平でした。また次回も聞いてください。あれば想像以上すごいですね。想像を超えてきましたね。